した昔話をしようか。アイビスの火がこの星を焼き尽くした後、決して表には出ないある組織が作られた。観測者たちの結社、オーバーシア。コーラルの増殖傾向を測り、破綻が訪れる前に焼き払う。それが使命だ。私は溺れた、そして死んでいった友人たちのね。ラッドは退屈しない隠れ蓑だったが、いよいよ本来の仕事をする時が来たってわけさ。本題に入ろうか。あんたもザイレムには行ったことがあるだろう。技研の作った養生都市だ。あそこには来たるべき破綻への備えとしてちょっとした機能が隠されてる。そいつが今の状況には必要なのさ。ラッドの技術者が総がかりでザイレムのコントロールを奪いに行く。あんたにはシャシャリ出てくるに違いない。アーキバスの相手を任せたい。観測者たちの結社、オーバーシア。コーラルを焼き払う使命。メインシステム戦闘モード起動。始めるよビジター。配置につきな。こっちの仕事が終わるまであんたにはあのタワーを守りきってもらう。工場活動続け、シールド展開。ボス、手始めに防衛システムの一部権限を奪った。上出来だチャティ。こいつで時間を稼ぐとしよう。配置に着いたようだね。チャティ、システム掌握までかかる時間は？5分で終わらせる。企業勢力は？適正反応。アーキバス MT 部隊です。せっかちなお客さんだよ。ビジター、早速だが迎撃を頼む。あんたのおもてなしを見せてやるんだ。今思い悩むのは意味がない。メイダー、サポートします。タワーに近寄らせるんじゃないよビジター。交渉からプロセス B はプラスアップを使い、支援砲台を起動できるようにした。手が足りなければ使ってくれ。
シールドが破られました。間にアーキバスはバスキュラープラントを完成させた。今やコーラルは大気圏外まで吸い上げられ、ルビコンから持ち出されるのも時間の問題だろうね。そうなる前に焼き払う必要がある。だがプラントを突き破ってコーラルに火をつけるには、それ相応の火種がなきゃ話にならない。わかるかい、ビジター。ザイレムはプラントに到達する移動手段ってだけじゃない。コーラルを焼き払い根絶する、そのための火薬庫なのさ。それが観測者たちの計画。企業はコーラルを貪ることしか考えず、観測者たちはコーラルを恐れ根絶しようとしている。私は人とコーラルの可能性を守りたい。レイブン、私の願いを聞いてはくれませんか。メッセージ、
なし。説明するよ。アーキバスがザイレムに総攻撃を仕掛けてきた。うちの連中が応戦してるが、まあ厳しい。正直言って押されてる状況だ。わかるね。そろそろあんたの出番だ。ザコはうちのチャディと部下どもで持つ。あんたに任せたいのはこいつだ。ヴェスパー1、フロイト、企業陣営の筆頭、文句なしのエースさ。私はウォルターが託したあんたにかけることにした。引き返せない戦いになるが、頼まれてくれるか。レイブン、あなたの考えは分かりました。残念です。メインシステム戦闘モード起動。始めるよ、ミスター。ベスパー1の投入まで猶予がある。その間に企業の主力機体を叩いてほしい。状況をひっくり返すにはあんたの力が必要だ。頼んだよ、ビジター。第二隊長閣下に報告。例の独立傭兵と接敵しました。馬券がそんなところ。私は地上の火消しに忙しい。サジュは任せ。機体が持たない。目標の撃破を確認。次に行くよ、ビジター。ボス、被害が広がっている。敵の主力は封鎖機構から露獲した高性能機だ。聞いての通りだ、ビジター。無限エリアはチャティが何とかする。目標の撃破を急いでくれ。
ちわびたぞ、ビジター。間に合ったみたいだね。よく持ちこたえたよ、ジャディ。そうだな、これでようやく反撃に移れる。が入っています。チャティにお別れをしてきたよ、ビジター。あいつは私の作った AI だ。必要に応じて体を変えたりはするが、バックアップは取る気になれなかった。生きるってのはそういうもんだろう。あんたの方もなんだか寂しそうだね。気のせいならいいんだが。
の説明をしよう。ザイレムは今宇宙空間との境目、カーマンラインのちょっと内側にいる。アーキバスはルビコンの封鎖システムをまだ完全には掌握できてない。衛星砲を使えない以上、ここらが企業勢力の最終防衛ラインということさ。連中の妖撃艦隊との空戦になるが、勝算がないわけじゃない。この中域にはアイビスの日以来大量の残留コーラルが漂ってる。その流れに飛び込めば無尽蔵のエネルギーが得られるはずだ。頼んだよビジター。ここを突破すればバスキュラープラントは目の前だ。いよいよ大詰めだ。だからこそ笑ってやろうじゃないか。始めるよビジター。こっちでも迎撃する。撃墜競争といこう。悪いね、先制点はもらったよ。バスキュラープラントへの接近を阻止します。主力艦隊は防衛ラインを堅持してください。そっちも一艦落としたようだね。これで1対1だ。傭兵レイブンは出撃しています。集中砲火にて優先撃破。ビジター、連中は先にあんたを落とすつもりらしい。仕方がないね。有名2点目やるじゃないか。みんなビジター、前方に大量のお客さんだ。撃って出な。掃除を始めるよ。艦隊が撃墜されました。主力艦隊は陣形を維持してください。
ピチだ。ザイレムに所属不明衛士、急いで戻ってくる。強化人間 C4621 通常モード移行。レイブン、衛星砲は私が掌握しました。あなたはもう
引き返すつもりはないのでしょう。私もそれに応えます。一人のルビクニアンとして。指定する封鎖ステーションに来てください。待っています、レイブン。レイヴン、あなたには今も見えているはず。コーラルたちの声が。それでも人とコーラルの可能性に目を向けず、私たちを根絶しようというんですね。Thank you.
コーラルをめぐる争いに勝者はなく、炎と嵐の後にはかつての開発惑星の痕跡のみが残った。半ば死に体となった企業勢力は惑星封鎖機構との共同声明を発表。ルビコンは廃星として永久に放棄されることが合意された。そして星系を焼き払った周辺、世界の敵たる独立傭兵は消息を絶ち、今はただその名だけが歴史に刻まれている。二度目の再起、レイブンの日として。
解除条件をクリア。ハンドラー・ウォルターからのメッセージを再生します。可能性を広げることを祈る。